おはようございます。釣り子 TV です。買わないぞ買わないぞ買わないぞと思っていたんですけども、売ってたらそこ買っちゃいましたね。ジャッカルのですねドリフトクラブ、これをね一袋買ってきてみましたね。これ元ネタがねあって、ねドリフトクローを2つニコイチでねカットしてつなげて、それで改造して作れるんだよなんていうね、それが製品版になったよっていうことで、ドリフトクローをねいくつか持ってるんで、おー改造してやってみようなんて思っていたらね、まあだからそっちを使うんでこっちは買わないだろうと思ってたらね、売ってたらねやっぱ買っちゃいますよね。ですね、ドリフトクラブという792円でいいのかな、792円、はい、キャスティングでね792円でございました。というわけで、早速開けていきたいと思うんですが、パッケージのところを見ると、水晶リガー、ワッキーリグ、リーダーレスダウンショットリグ、水晶フックはマス張りの1、0番から2、0番、オフセットフックの2、0番っていうことで、あ、オフセット使いなんかもできるんですね。どういう風にフックつけるんだろう、ちょっとね、ジャッカルの動画とかで見てみますかね。まあ早速どんな形状かね、開けていきたいと思いますね。ドリフトクラブですけど、はい、出てきました。すごいねこれ。ほ、臭いですけどね。釣れそうな、なんていうか甲殻類の匂いというか、これ、ちょっとこれ使い方の動画とか出てるんだろうな。普段ね、あんまりね、釣りの動画って見ないんで、ねえ、これジャッカルだったら絶対これの使い方とか出しどころの動画あるはずなんで見てみたいな、なんていうふうに思いますけども、使ってみたいなと思って買ってみたいなと思ったのは、これから梅雨の時期ね、ダムなんかで釣りすると、雨の後、流れ出しとかね、よくできるじゃないですか。そういった流れ出しにね、こう、脳進化とかジグヘッドワッキーで、ふわ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 って入れてったら、これデカバスね、沢がに流されてくるの待ってるバスが、これ食っちゃうでしょう、なんて思ってね、ちょっとね、がぜん買ってみたかったんですけども、ちょっと使い方とか特殊なのかな、なんて思ったんですけど、なんというかこう、ワッキー掛け用ルアーとして考えたらね、もう非常に、もうそのまんまそんな難しく考えずに、ね、使えて、そんでもって、釣れそうだなぁなんてね、まああんなとこで使ってみたい、こんなとこで使ってみたいなんてちょっとね、想像は広がるんですけど、ボディ自体はね、ここだけですからね、あとはね、このひだひだが動き回るんでしょうけど、結構ね、ボディ自体は、なんだろう、見えますかね、結構コンパクト。ここを覗けば、芋グラブちょいかなとか、ヤマタヌキぐらいかななんていう、そんなボリューム感なんですよね。で、ここのひだひだがすごいね、多分、効果的に動いてくれると思うんですけども、いやー、これはありじゃないですか。ちょっとね、雨が降った日とか、まあ、ボックスにはね、常に忍ばしておこうと思いますけども、見えバスに投げてみたらどうなのかなとか、はたまた見えないバス狙うにしてもね、結構このムチムチした感じがね、なんかジャッカル独特の、あの釣れそうなムチムチ感がね、いい感じですよ。あとこのヒダヒダがね、よく見るとね、結構その触手によってこう細かい仕事してるんですよね。水をよく受けてくれそうなやつにこう芯みたいなところがついていたり、ね、真ん中の方はね結構シンプルな感じの形状だったり、ここら辺もね結構こだわってデザインされているんではないかなっていうね。まあその時代時代にね、そのカニっぽいルアーってあったりはしますけどね。昔エコギアでカニパターンにね特化したルアーあったなとか、最近だとあの
クロダイ釣りの方のね、ルアー、海用のワームなんか見るとね、これバスでもすごい効きそうだなーなんていうね、カニっぽいね、ワームがあったりするんですけど、このね、ブラックバス狙いでのカニワームっていうのはなかなかね、ないんじゃないかなと。ここら辺はブラックバスも、ああ、そう来たか、騙されたって感じで、口使ってくれるんじゃないかなっていうことで、非常に楽しみなルアーであります。ちょっとね、釣りに行く予定もね、徐々に立ってきたので、そんなタイミングでね、せっかく一袋買えたんで試してみたいと思いますよ。まずはね、こう開封したらね、こんな感じのワームでしたよっていうね、開封動画になるんですけども、ジャッカルのこれね、ドリフトクラブ45って書いてありますけども、こんな感じのルアーでした。はい、というわけで、まあ、簡単な感じですけど、本日の釣り講 TV はこちら、ジャッカルのですね、新しく出たワーム、ドリフトクラブ、これを買ってきてみて開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。